당연 하는 게 오라 맨날 안 오면 누가 여기서 누가 손에 여기 못 해서 누가 해달라 오라 박이 당근 가요 가요 오라 어디에 찍고 이더라고 엄마 저기 죽고 저기 하는 거 大野一家義親会津村一馬会長60歳関西で数少ない杯ごとしであるあれは人が人間が飲む時の杯ごとはヤクザ社会にとって極めて重要な儀式である日本最大の暴力団山口組四代目の襲名式の杯ごとはこの男が取り仕切った7月10日徳島県鳴門市警察の中止勧告を無視して山口組四代目組長の襲名式が行われたこれは席のご一行さんにお頼み申しますただいまから山口組四代目相続の式典を執り行います全国から集まった親分衆113人故田岡組長の代理を務める文子未亡人から杯を受けたこの瞬間四代目山口組竹中組長が誕生した。鉄の団結を誇ってきた山口組しかし竹中組長の襲名をめぐって組織は分裂した山口組は2つに分裂しました以来両派の間には反目と緊張が続いており抗争が心配されておりますご覧のパネルは山口組分裂直前の組織図であります山口組は三代目田岡組長が死亡した後組長代行を置き竹中組長は若頭としてこれを補佐する立場にありましたこの竹中組長の四代目就任に反対したのがピンクで囲んだ山本組長代行をはじめとして最高幹部4人そして直系の組長の中からも15人合わせて19人が山口組を離脱しまして新たに一和会を結成しましたこの間分裂騒ぎの中で引退したり死亡した組長もありますがそうした動揺を経て現在全国的に見ますと黄色のピンで表した山口組系が1万ピンクのピンで表した一和会系が3000というおおよその勢力分野が固まりつつあります山口組は分裂後も全国最大規模の組織となっているわけであります。四代目となった山口組とは、今日はその組織実態に迫ってみたいと思います。神戸市灘区にある田岡前組長の家かつてこの応接間では最高幹部会が開かれ山口組の方針が決定されてきた
今回四代目に竹中組長が決まった背景には田岡未亡人の力が大きく働いたと言われている。あ、どうもこんばんは。よろしくお願いします。まあどうぞ。はい。竹中組長というのを四代目に選んだという理由はどういう点ですか。まあやっぱりこの道に適した人物じゃないんですかねと思います。どういうふうに適してますか。まあするべきはするし、止めるべきは止めるし、でそのけじめと言いますかね、物事が起きた時の判断ですかね、そういうものはピチッとできる男ですからね、優柔不断でね、あの人はこのような例とかこの人はあのような例とか言うとる間に揉め事がだんだん大きくなるということもありますからね、そういうけじめのねちゃんとつけられる男だと思いますよ。だからまあ我々にはね、それが一番、まあ、お父ちゃんが竹中をと言うたのもそこにあるんじゃないかと思いますね。まあ警察では武闘派というふうに、ね、そうそうそう、ね、それはまあそういう戦いがあっておけば武闘派ですけどね、平穏な時は別に武闘じゃ何でもないわけで、ただそういう何事か起きた、まあ、その揉め事じゃなくしてですよ、他のことでも何か起きてもね、きちっとそのけじめがねつけられる人だと思いますからね、そこをお父ちゃんが買ったんじゃないですか。山口組本部、いわば山口組の事務局である。1階は31畳敷きの畳の広間、2階は事務所になっている。この本部には組員が6人ずつ交代で泊まり込み、24時間体制で緊急事態に備えている。四代目山口組の最高幹部、竹中正久組長50歳。中山勝正若頭46歳。中西和夫射程頭61歳。そして岸本再造本部長56歳。こちらの上の方に名前がずらっとありますけれども、これはずっと組、直系の組員の全部直系の組員ばかりです。ずっと行って一応、あそこに赤い字で、これが現在復撃中の方たちです。この直系の組長で懲役になっている。そうなんです、国現在9名復撃しております。本家の9年余り、9年ぐらい、はい。